ネットフリックス版デスノートが公開され話題になっていました。日本の人気漫画デスノートを米国が実写映画化、キャラクターに白人や黒人を起用したことが物議を呼んでいた作品です。早速視聴した米国の人たちからは批判が殺到していました。